1600年9月、東軍総帥徳川家康は石田三成率いる西軍と雌雄を決すべく江戸を出撃した。家康の本隊は先発した東軍諸大名の軍勢と合流し、一気に西軍を叩き潰さんとの心づもりであった。合流地点は美濃赤坂。そこは西軍諸将のこもる大垣城からわずか4キロしか離れていなかった。一方、西軍総帥石田三成は諸将の配置を済ませると密かに大垣城から出撃した。東軍本陣正面へ陣替えするためである。運命に導かれるままに軍勢を進める家康と三成、関ヶ原の前哨戦が始まろうとしていた。あれは徳川の旗印、家康めの本体ではないか。何故かようなところに。これは天の与えたものだ、好機。家康めの首いただきに参ります。おせ左近、ような小競り合いで家康を倒して何になる。誰だ、勇みを追って。いや、徳川からでござる。家康が仕掛けてきよったのか。是非もない。左近、行くぞ。承知。天皇が一人、井伊直政とはわしのことよ。尋常に勝負いたせ。どれほどのものか確かめてやる。ありゃおりゃありゃおりゃ。その程度の腕で一軍の将とはな。なぜだ、なぜ負けたのだ。殿、所詮はお味方の大勝利。味方の戦意は矢が王にも上がっておりますぞ。追撃のご沙汰。待て左近、焦るな。決戦のための陣容を整えるのじゃ。久瀬川遭遇戦の後、徳川家康は美濃赤坂の味方陣にたどり着き、石田三成は大垣城へと帰還した。その夜、すなわち1600年9月14日午後7時、西軍総帥石田三成は全軍に移動命令を下す。目標は関ヶ原。三成は要害の地関ヶ原に東軍を誘い込み、一気に包囲殲滅戦と図ったのである。西軍諸隊は雨の中松明を消し、声を殺して敵に悟られぬよう関ヶ原へ移動した。西軍関ヶ原へ移動中、この知らせは翌9月15日午前2時、家康本陣にもたらされた。家康には三成の戦術は読めていた。しかし、城攻めより野戦を得意とする家康にとって西軍の動きは願ってもないものだった。今まさに史上最大の合戦が始まらんとしていた。三成殿、豊臣家安泰のため力を尽くしてくだされ、お頼み申します。はっ。
これほどの部隊にこれほどの軍勢を集めるとは、我が殿にしては上出来しよう。まあな。それがしはあの時家康を討ち果たしておれば、かような戦を起こさずとも済んだもの。闇討ちや小競り合いなどで家康を倒したとあっては我らの義が立たぬ。正々堂々の戦いで家康を討ち取ってこそ義を貫けるというものよ。夜襲は卑怯、正々堂々の戦を挑むと申して、暗お人は老の策を採用されんじゃった。三成とはそういう男です。許してやってください。大谷殿はなんでそれほどまでに暗お人に尽くすのでごわすか。私と三成には因縁がございまして。義兄心にごわすか。そういえば九州で助水殿が兵を挙げたとか。皆が豊臣徳川の争いに気を取られている隙に、わしは九州をいただくとしよう。今しかやつめ、軍議に参りもんぞ。どうなされた、小早川殿。少しは落ち着かれたらどうか。それがし、ちょっと考え事をしておった。考え事？よもや大恩ある豊臣家を裏切るおつもりではありますまいな。うん。亡き太閤殿下のお甥御様がいけませぬな。やお、貴公ら。はよ、軍議に参らぬか。そないなところで何話してはるんや。あの二人、家康に通じているとの風聞ございます。裏切ると申すか。我らに誠意があることぐらい小者たちでもわかるであろう。の夫人は物見の報告によりますれば、敵夫人はこのように。我が軍の夫人、作戦はこのようにしたい。
でごわしたら敵を打ち破れまそう。見事な作戦にございます。軍議はこれまででございましょうか。うん。太閤殿下の威名に背く御恩の者どもめが三つ一人残らず成敗してくれる。知らせ届いておりません。家康には戦場を離脱したものと思われますが。家康め、なさぬぞ。これより家康を戦撃いたす。関ヶ原を脱出した徳川家康は息子秀忠の軍勢と合流した。秀忠軍は信州上田で真田昌幸に足止めを食らい決戦に間に合わなかったが、そのため無傷だったのである。家康はこの秀忠軍と共に江戸へ帰還し、戦線の立て直しを図らんとした。一方、石田三成は家康を捕らえるべく自ら追撃隊を指揮、同時に真田昌幸に使者を送り協力を要請した。気負ったか。かように狭き山あいの地で軍勢を分断し、家康を押し包むなぞ赤子の手をひねるより簡単なこと。三成殿の勝利は決まったようなの。雪村、はい、かねてから申していた通り、真田の兵庫の全権措置に譲る。家康めの鼻っ柱を動かし、真田の名を天下に轟かせてみせい。はっ、六文銭の恐ろしさ思い知らせてやります。真田殿が動き出しましたぞ。家康め、関ヶ原では逃したが、ここで虜にしてくれるわ。しております。よし、左近、我らも陣容を立て直すぞ。